ジョン・コーツは、イギリスの数学者。ケンブリッジ大学、エマニュエル・カレッジ教授。専門は、数論、数論幾何学、岩沢理論。オーストラリア国立大学を卒業後は、フランスのエコール・ノル・マル・シュペリュールに留学。フランス留学を終えた後に、イギリスのケンブリッジ大学で、アラン・ウェイカーの下で博士号を取得。その後、ハーバード大学、スタンフォード大学、 オーストラリア国立大学等を経て現職。ベーカーと共に、大数的経理論における貢献。楕円曲線の米油予想の特別な場合を解決した。アンドリュー・ワイルズと共に、岩沢理論をバーチ・スウィナートン・ダイヤー予想に応用し、虚数情報を持つ、楕円曲線について、非常に大きな貢献をした。岩沢理論と、P ・シン・エル関数との関係や、P、 進むリーグンの岩沢理論、岩沢理論のモチーフや、変形理論、岩沢理論のデデキントゼータ関数への応用、加藤和也と共に非可感、岩沢理論の構築などなど数論への貢献は、非常に大きい。岩沢理論と名付けたのはコーツ。フェルマーの最終定理を証明したアンドリュー・ワイルズは、コーツの弟子である。ABC、コーツ、プロフェッサー、ジョン・ヘンリー。 フーズフー2014 A&C ブラックアインプリントオブブルームズバリーパブリッシング PLC 2014オンラインエドンオックスフォードユニバーシティプレス2014年5月27日閲覧 A.B. ジョン・コーツマスマティクスジーニアロジープロジェクト発動コーナージョン・ John、J. ロバートソンエドマンド F ジョン・コーツ MacTutor History of Mathematics Archive, University of reuse, st s t r a e t and d r u s https://mat-shistory.st-an-d-r-e-w-s.ac.uk-biogr-ap-h-i-e-s-lash-courts.html h ジョンポーツインタビュードバイアラン・マクファーリン http://www.youtube.com コロンススララッッシシュュスラッシュウォッチ v イコールオークドグジュンツクス 3KMQ 2009年3月30日閲覧ありがとうございます。